アリサ、リボンとペーパーフラワー持ってきたよ。で、何ブツブツ読んでるの？お？ああ、式当日に読まなきゃいけない原稿、進行とかアナウンス、ミスできないからさ。そっか、リンコ先輩たちのことちゃんと送り出してあげないといけないもんね。うん、そうだな。ん？アリサ、ひょっとして。泣いてねえって。おお、まったく緊張するな。ちゃんと喋れるかな。それじゃあ当日緊張しないように私が練習台になってあげよっか。ああ、頼んだ。